ございます。1月10日成人の日おめでとうございます。はい、月曜日マンデー、ちょっと気になるんで撮っておきます。365日これ溜まるとね、上の方揃えることになってくるんで、しっかり綺麗にしておきます。1白水のと先がち、い上限腰を引っ張る。政治の日、初い初コンピラ、九個田はじめ、九張り供養、徳恵比寿、八千終わり、百十番の日、LP 合唱室法案で、中断順位直開く。今日の言葉、世の人は我を何とも言わば、いえ、我がなすことは我の水を知る。坂本龍馬、1835年、1867年、幕末の志士。世の人は我を何とも言わば言え、我がなすことは我の水を知るということですね。坂本です。高知県出身の名士ですね。知らない人はいないんじゃないでしょうか。ちょっとね、僕も高知県にルーツがあるということで、なんかご縁を感じますね。はい。今日寒い。息が白い。白い。あ、そうそう、昨日ね、ちょっと薪ストーブに焚き付けるでいいなって。昨日までのは、どうしてたんですけど、じゃあ、着火する前に寒い。寒い。あった。これこれ、これないと。はぁ、これ、ほんとにぬくい。はい。これ。大引きですね。大引きの組み込みが無事終わりました。こんな感じでしっかりと上を歩けるようになってます。よいしょ。でこの上にこう根太が直行して乗るんですけど、まだね、周りこの大引きと言われる役割をするものをここにもね、縦にこう一本ずつ1、2、3、4、5本入れたりとか、あっちもね、ここみたいに組んでいかないといけないんで、まだ上に枝を張れないんですけど、よいしょ、まあ、ひとまず、ふおっ、平均台いっぱいですね。ひとまず、ここまでできてます。あとは、あっち、今土が見えてるとこにも、この、防水透湿シートを貼っていくんで、あっちに置いてる荷物を、昨日貼ったこの大引きの上にね、まあ、板貼るか木材を置いて、移動してこっちで作業道具を置いて作業できるようにして、こっちそっちの土のところも、防水防湿シートを貼っていくっていう流れになりますね。でもどうしようかな、こっちの床組み全部終わるまで荷物そっちに置いとこうかな。うん、そっちの方が効率的かな。ちょっと段取りは、今日午前中作業するのはね、まだ9時ぐらいまで作業できないんで、段取り考えながら午前中過ごしましょう。こんな感じになってます。束のね、この微調整もまだまだ詰めていかないと思うんですけど、それはね、全部組み上がってからでいいかなと。じゃあちょっと外行ってみましょう。よいしょ。まあね、床組がこれよりまだプラス6センチ、7センチ高くなるんで、結構ね、目線の、今の目線の僕の目線の位置がこれぐらいなんですよね。で、こっからもう6センチ上がるんで、これぐらいの目線になります。すっごい景色がよく見えますね。まあそれでも天井こんだけ高いですからね。素晴らしい。昨日はね、結構この新しく入れた90センチ角のバタ角って言われる杉の角材がね、若いんで、夜はパキパキと、まあ、膨張収縮する音が響いてましたね。パキンパキン。よいしょ。さあ現在がね、7時30分で、通常だったらもう朝日出てきてるんですけど、
朝茹でそう、ちらっと見えてる。で昨日ムーブちゃんにバックカメラ、まあ、ドライブレコーダーですよね、バックカメラ系つけたんですけど、ちょっと昨日ね微調整中に力入れすぎて、これマウントのね付け根が割れちゃったんですよね。その微調整を午前中のうちにちゃちゃっとしようと思います。はい、あー気持ちいい。この雲がちょっとあるのいいですね。色味が素敵です。はい、おはようございます。出てきましたね太陽さん、素敵。ボンコちゃんも凍っちゃってる。今日はね、昨日とつに比べるとかなり冷え込みが穏やかやったようで、そんなに凍ってないですね。さあ今日も一日頑張りましょう。ちょっとインスタグラム用の縦動画撮ります。お世話になりました。花園古民家、古民家かけるレイハート、人生はアートだ、人生は芸術だ。さあお世話になりました。1月10日はね三谷八幡宮でおひたき祭というのがあるのでね、お世話になったものお空に帰ってもらいましょう。10時30分になろうとしているところ、1月10日です。今から何するかっていうと、ここの柱がね、ちょっとこっちにこう倒れてるんですよね。なんでかなと、なんでかなとこう頭をね悩ましてたんですけど、ここの使い石が。ね、良くない角度に、これね、多分モグラだと思うんですけど、モグラの中で返しの下に穴が開いてたんですよね。でその穴のせいで使い石じゃないな、これは礎石か、礎石が沈み込んでしまった、そんな感じがするので、昔ね、ちょっと下がってるの上げた形跡があるんですけど、それでもね、ここ下がっていってるみたいなんで、この一つね、なのでここの礎石が下がったせいで、一歩向こうの奥の柱にね、荷がかかって下の礎石がバカッと真ん中で割れちゃってるっていう状態になってるんで、ちょっと上げれるかどうかわかんないですけど、ここにね、2トンのジャッキがあるんで、この2トンジャッキでこの横の針を、ちょっと持ち上げてみたいと思います。それでここが持ち上がるかどうかっていうのをしてみて、ちょっとね2トンのジャッキじゃ上がらないんじゃないかなって思うんですけど、一応まあやってみましょう。で、やって上がれば、上がった時のことはあんま考えてないんですけど、上がれば下にね上がった分だけ鉛の板を挟み込んであげようかなと。鉛の糸だとね、この礎石石なんで、石のガタガタ面にも合わせてこういい感じにこうデコボコに合わせてね、こう変形してくれると思うんで、そんな感じでちょっとチャレンジしています。2トンジャッキこれ初めて開けるんですよ、ね、ずっと納屋にあったみたいで、これをちょっと開封していただきます。使ってるのはね、火災の、まあ、800キロぐらいのジャッキで、北側の小屋組、いつも向こう直してる薪ストーブがある方ですね、は屋根が小さいんで、まあ、800キロぐらいで上げれたと思うんですけど、それでもこの間上げようと思ったら結構800キロでもしんどそうだったんで、ちょっと今回はねこれがあるのを思い出したんで、これをちょっと使ってみたいと思います。
車コーティングのお仕事をしてた時はね、もう毎日っていうぐらい使ってたんですよ。毎日はごめんなさい、使ってませんでした。まあ週に1回ぐらいは、ね、使ってたんですけど、もうそう考えると10年ぶりぐらい。ここに刺して準備すると上がっていくっていう形だと思うんですけど、なんか録画下にね、油圧のロックがあるんで、これを右に回すと上がってきます。このロックを左にすると落ちますね。こんなに結構簡素な作りですね。ちょっと何かの衝撃力、ロック当たっちゃうと落ちちゃうんで、気をつけないといけないです。まあ、でも上げ方としては、下にベース引いて、ここにね、ボンと乗せるだけなんですよ。材が長すぎて乗らないかも。これが4メーターがダメってなると、次別の持ってきます。この上ね、ここに引っ掛けようとしてるんですけどね、ここにゴンって乗していきます。ちょっと材棒持ってきます。
2トンで上げられなかったです。これはね、ちょっと僕が持ってる道具でも対応できなさそうですし、まだ僕の道具もそうですし、けど技術知識じゃない、対応しきれない部分なので。
今回はこの小田柱の傾きっていうのは目をつむりたいと思います。本当はね、上げて高あの柱の高さを上げてね、かさ増ししてあげたかったんですけど、ちょっとね、やっぱ大屋根を持ち上げる、向こうはね、北側今まで上げてた方は、まあ、2メーターの三角形に瓦が乗ってるだけなんで、まあね、まあ、軽くはなかったですけど、手持ちの道具と知識、技術で対応できたんですけど、やっぱりね、この大屋根はね、もう見て分かる通り、もう丸、立派な丸太がね、いっぱい重なってる状態で、当然重量も重いので、あとは、こっちが思ったら建物で、これもね、まあ大黒柱っていうのはないんですけども、それぞれが大黒柱の役割をして建物全体のバランスをとっている状態なんで、まだ僕が触るのが早いかなと思いますので、今後、まあ、10年頑張ってほしい。もしくは、まあ、大地震が来てね、いろんな部分、大地震が来るとね、倒壊はしないようにはしてるんですけど、倒壊は免れても、まあ数箇所はね、破損して、修繕が必要になってくる時が来る可能性もあるので、ちょっとその時にしましょうか。たちまちね、これをすぐ傾き直さないと建物がもうちょっとずつ倒れていってるっていうことはないので、ということで10年後にこの柱の傾きは修繕したいと思います。10年後の私、あとは関係業者様、あと手伝ってくれてる方たち、家族のみんな、10年前は保留にしておいたことをお伝えします、はい、そんな感じです。いや、やっぱ怖いな、難しい。いや、いいお天気です。さあ、なんか今パッと来ましたね。佐川さん来たんですけど、商品ボッコボコらしいんで。おゆみさん、はい、そうです。確認してから。ですね、ちょっと中なってるか。やる。なるほどね。この開けても問題ないんです、ね。あ、大丈夫ですよ。問題ないですよね。でも取れてない。はい。佐川の、運送の方がね、ちょっと外装ボロいんで確認してくださいというふうに、はい、一緒に今立ち会いで確認させてもらってたんですけど、これすごい。確かにボロい。ボコボコ。ねえ、ボコボコ。まあでもね、羽は割れてたりないんで、とりあえずは、OK かな。ここまた来たのはシーリングファンなんですけど、これを開封レビューに変えさせていただきます。あ、やばい、これも、まあ、謎な電池ですね。ここね、ズボン穴開いてたりとか、ベッコベコなんですよね。まあ、つけて、これか、ここか、懸垂1、攻めつぶちるってものかな。世界が滅びるっていうの、SHC。こんな感じで届きました。まあね、でも散々 Amazon ヘビーユーザーなのでね、そんなにびっくりしたりはしないんですけど、ね、これ多分でも一般 Amazon とかこういうの海外からね取り寄せたことがないとか見たらもう驚愕でしょうね、こんなの。まあまあ、また開封リビいるかな、まあ、開封と取り付け動画で撮っていきますので、果たしてちゃんと動くのかを含めてね、お楽しみに。開けるよ、めちゃん走ったら。
いやいいですね。図書館、図書館大好きです。ちょっとお昼ご飯食べきます。外に普通でお願いします。ニンニク入れられます。ニンニクも入れて全部マシマシで、全部マシマシで、はい、野菜3倍の麺固めで、はい、はい、お願いします。